道の駅フェニックスは宮崎県宮崎市にある宮崎県道377号内海海電線の道の駅である。かつて宮崎交通がフェニックスドライブインとして総工費約4900万円をかけて建設され、1965年6月1日に開業した。フェニックスドライブイン付近の道路は山側を曲がりくねった形で付設されていたが、 これが直線化されたことで、海側と山側に新たな敷地ができた。宮崎交通はこの敷地を購入。通常であれば、海側にドライブインが建設されるのだが、岩切翔太郎の日南海岸の景色を一企業が独占してはならない。との考えにより、海側にはフェニックスが植えられ、山側にドライブインが建設されることとなった。宮崎市は宮崎交通から施設を買い取り、 2004年のフェニックスドライブインとしての閉鎖後に整備を進め、2005年4月16日より、道の駅としての運用を開始した。沿線の県道377号はもともと国道220号の県道であったが、2008年3月に掘り切り峠トンネルが開通したことに伴い掘り切り、峠とともに急道となり、2015年4月1日に県道に移管された。 道の駅フェニックス向かい側からの日南海岸の長望剣道より海岸まで階段が整備されている、下り切った海岸側から撮影階段を下ったところからの眺め、ありがとうございます。